さあ始まりました、乙武洋匡の情熱教室。今日はすごいですよ、葵しろちゃんです。よろしくお願いします。元気？元気です。ご無沙汰です。久しぶりですね。4年半ぶりぐらい。そうですね、4、5年経ってるんじゃないですか、ね、そうだよね。だって最後にお会いした多分半年後ぐらいに、はい、俺が爆死してるのでそれ以来は多分、ね、ありましたね、ありましたね、LINE 上のやり取りとかだから。そうです、ね、ちゃんとお会いしたのは多分4年半。そっか、あれからそんなに経つんだ。そうですよ、いろいろお互いありましたね。お互いありましたね、環境の変化がね。環境の変化がありましたね。いやでもそらちゃんと最初に会ってからどれくらい経つんだ。7、8年。いつでした。あれじゃない、キリアさんじゃない。キリアさんだ多分。僕がだからその映画監督の桐谷和明さんに可愛がっていただいてて、でそらちゃんも桐谷さんと仲良くて、で俺が桐谷さんと一緒飲もうよって呼ばれた席にそらちゃんも行って、それが多分きっかけじゃないかな。多分そうですね。だそれきっかけで仲良くならせてもらって、こういう話もって感じだね。多分ね、その後飲みに行ったりとかしましたね。そうだ、不思議ですよ ね。仕事をしたことないですもんね。今日が初めてです。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなソロちゃんもすっかりもうママで、はい、双子産みもね。おめでとうございます、改めて。ありがとうございます。もう1歳。はい、1歳2ヶ月になって。そうか、あれだよね、それも俺アベプラで今 MC やってるけど、アベマで、アジア同時中継。そうですね、すごいこと言いましたね。出産をね、生中継。あれだからもう1年前か。そうですね、早っ。早いです。もうだって立って歩いてますもん。あ、そう、すごいなって。双子はマジで大変でしょ。超大変です、マジ。もう毎日こんなですよ、本当に。しかも男男でしょ。はい、もうやめてってなります。まださ、なんか生まれた時は、立ってって歩くのとか嬉しいと思ってたけど、いざ立ったら、はい、なんで立ち始めたんだろうってなるよね。まあ、でも早くでもしゃべんないかなとか、今は成長が楽しみではあります。でも本当になんかこう、私最近テレビ液晶壊されたんですけど、本当になんか物もっておもちゃもってガンガン叩くんですよ。もう本当大変で、でなんかこう床とかもとか絨毯が引いてあるところでやらないで、うん、フローリングのところでわーわーガンガンやるんですよ。音が楽しいのかな。そう多分。でも人の人に迷惑だからやめてとか言って、もう毎日それの攻防戦です。そう、大変です。まあでもね、本当デビュー当時からずっとこうそらちゃんのことを、まあ、見てきた、作品として楽しんできたファンからすると、そんなそらちゃんがママになって育児してるなんていうのは、本当に時代の流れを感じるよね。いや、そうです。言っても私デビューして18年なんですけど、うんうん、18年もやってるんだなと思うと、うん、やっぱこうデビューした時のこう生まれた子がもう18禁 OK なになるぐらいやってるので、うん、そうか、そうか。そうなんですよね、やっぱ長くやってると、うんうん、って思いますかね。さっき話してましたけど、本当に若い世代が、うん、本当あの知らない人が増えてきたというか、青い空を、青い空を、うんうん、っていうのを思いますね。あとあれかもね、そらちゃんの存在は知ってても、その昔 AV 女優でお仕事をしてたっていうことを知らなかったりってこともあるのかな。名前を知ってるけどみたいな、うんうんうん、でも本当素性あんまり知らないみたいな感じの人たちは、うんうんうん、でも本当20代前半の子たちはもう全然知らないと思うんですよ。ベテランとかの息でもないと思う、知らないんですって。でもなんていうの、ある意味、うん、飯島愛さん以来というか、うん、普通にもテレビで見て知ってる存在だけど、うん、あ、え、前の仕事そういう感じだったんだっていう風になったのって、多分飯島愛さん以来じゃない？いや、それはすごく、そう言われてすごく嬉しいです。ちょっと目標にしてたので、うんうんうん、まあ、そんなそらちゃんの、まあ、はい、デビュー前からデビューして、まあ、今に至るまで、はい、本にまとまりました。夜が明けたら、これでも実話を元にしたフィクションの、うんうん、作品で、そうだね、だから小説という形をとってはいるけれども、まあ、ほんとそらちゃんがモデルになって、そうですね、いろんな当時の葛藤悩みみたいなものがギュギュッと詰まった本、はい、このお話たっぷり聞いていきたいんですが、ちょっと引っ張らせて、これ、はい、後編でやりますから。後編で、はい、じっくりお聞きしたいと思います。まあでも本当にそらちゃんが、まあ、最初はね、その20代の頃は日本を代表する AV 女優としてバーンと活躍して、うん、で、まあ、セカンドステージとしては
中国で大ブレイクと。そうですね、完全にセカンドステージでしたね、うん、あれはちょっと異次元の人気だって。ウェイボーがもう今フォロワー2000人万人近いよね。1920万人やばいね。やばいですよね。だってさ、日本のツイッターでさフォロワー100万人いたら結構すごいじゃない。すごいすごいですよ、ね、それが1920万人。桁が全然おかしいもんね。違いますね本当に。でも逆にそんだけいると自由に投稿できなくなっちゃって怖くて、逆に。なるほどね。そうだからあんまりこう更新ができてないとかそういうのあります、ね、なんかさよく聞くけどさ、その中国とか、まあ、北朝鮮とかロシアって結構こう国が、うん、あの諜報活動をしてるなんて言われるじゃない、うん、なんかあれ、うん、これ監視されてるかなみたいなのって買ったことある。まあでも監視はされてるとは聞いてますやっぱり、はい、なるほどね。動向を監視されてるのは、うん、聞いてますなんか。じゃあまあその上で見られてる手でまあ投稿しないといけないわけ。まあそうですね、まあもちろん政治的な発言はあんまりしないし、うん、あんまりっていうかまあしないですし、うんうん、まあ普通の日常を上げてるんですけど、うん、なんかそうですね、なんかやっぱこう一つの投稿で、うん、ね、何千万人とかやっぱ見るので、うん、フォロワーじゃない人たちもまた見ていくので、うんうん、ちょっと怖いな、恐ろしいなっていう気持ちの方が。そうだよ ね、 ねと思います。でさ、日本だって、まあ、そのツイッターでよく炎上って起こるじゃない、まあ、俺もたびたびしてるけど、はい、でまあまあいろんな、ね、はい、でまあいろんな著名人するじゃない。でもそれって、ね、もう俺なんかたかだか80? 今 4,5 万人なのね、うんうんうん、まあ、それでも炎上ってするじゃない。いや、もう2000万近くいたら、何、そう、炎上が何だか分かんないですどういう、もう本当に異次元だよね、はい、でも炎上ってやっぱこう悪い言葉でこうなんか書かれることが多いというか、うん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 、その意見に対して反対意見とかいうことで炎上みたいなことになるじゃないですか、うんうん、私ちょっとコメントがあんまりこう読めないみたいな、もう含めてあって何が炎上してるかが分かる。なるほどね。そういう意味では自由に書けたりするんですけど。そうかそうか、はい、鈍感力を鍛えなくても勝手に鈍感でいられるわけだ。そうなんです、そうなんです。なるほどなるほど、はい、今までそのちょっとあれこれ炎上したかなみたいなことってある？あります、もちろん。やっぱちょっと中国と日本で、政治的なことで敏感な日っていうのはあるんですよ、うん、それを知らなくて、まあ、9月にあるんですけど、うん、でちょうどマスカッツのやってる時だったの で、うん、でマスカッツ あのライブの日だったんですよ、うん、でその本当に超敏感な日に、うん、超楽しいっていう写真を載っけたんですよ、うん、ライブが楽しいって、はいはいはい、それがもう大炎上です。あ、そう。それは聞きました。あ、マネージャーから、やばいぞと。なるほど。なんていうものあげてんだっつって、よくそれで一回削除してもらったんですよ、うん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 、で削除してもらったっていうのを気づかずに、うん、あれアップされてなかったって言って、もう一回あげ、あ完全に火に油注いだような感じだ。もう一回あげたら、うん、なんかそのマネージャーも、うん、その私に言わないで消してるから、うんうん、その怒ったと思ったみたいな、なんでこれを消すんだみたいな感じで怒ったんだと思って、うんうんうん、その2個目の投稿は消さずにずっとなってたらすいませんみたいな、え、私間違いましたみたいな感じで、うん、それで1回やったことはやらかしたことは。そういうのって何、釈明するのその後？いや、ほとぼりが冷めるまで更新しない、うんうん、なるほどね、なるほどね。そうか、上書きするような更新をする感じでした。なるほどね。だからソラちゃんに限らずウェイブを見てて、その前は日本のツイッターで、まあ、著名人が炎上するケースって、まあ、いくつか分類化されるじゃない、うん、それとこう中国の文化の中でこういうのやると炎上するみたいなのってなんか違ったりする？いや、でも一緒ですかね。なんかこう、まあ、例えばコロナで、うん、かいくぐって海外行けましたみたいな投稿をしたら、はい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 、それがもう中国人として恥ずかしいみたいな、こうやって言って炎上してる一般の人とかいたしとか、あんま変わらないかなとは思います、ね、そっかそっか。そうですね、やっぱこうネットのマナーみたいなものはすごく良くなったんじゃないかなと思います、うん、まあ日本もそうですけどね、もう中国でも活躍するようになって10年
くらか、そうですね、9年とかじゃないですかね、うんうん、なるほどね、はい、このでも9年の間の中国自体の変化っていうのも、まあ、日本にいる俺から見ててもすごいものがあるなと思うんだけど、ね、実際にこう行き来してるそらちゃんはその変化って感じたりする？やっぱこう IT すごいなっていうのはすごく思いますね。まあその私自身がこう SNS でこうあの背中を押してくれた、うんうん、とか持ち上げてくれたっていうのがまあ SNS だったので、うん、やっぱそのインターネットの環境だったりとかがもうどん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 すごく良くなって、うん、まあちょっと個人情報ダダ漏れだったりはするんですけど、うんうんうん、でもなんかこうすごく便利になったなっていうのはすごく思いますね、うんうん、なるほどね。日本より全然便利だなと思います。確かに中国って言ってもさ、まあ、日本でさえその例えば東京と大阪って全然文化とかも違えば、うん、なんていうかな、人々の考え方っていうのも違ったりするじゃない、うんうん、それに言うと中国なんかもっと大きいから、うん、都市地方によって結構文化とかも違ってくると思うんだけど、うん、そらちゃんが基本行くのは北京、うん、北京ですね、うん、基本的には北京で、やっぱこうイベントとかが多いのは上海とかが多いですね、うんうん、俺も上海去年かな行った時驚いたのは、うん、現金使えない店結構ある、ね、あ、そうなんです。とかも全部クレジットカードすら使えなくて、そう、あのなんだっけ、あの QR コードでやる、そう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 、電子マネーで大体やって、うんうん、そうだよね。でも私こう住んでて、まあ、それが主流になり始めた時だったので、うんうん、これを作りたいって言ったら、うんうん、あの外国人が作れなくて、うん、じゃあどうしたらいいんだろうこれ、ね、みたいな、うんうん、全部あのマネージャーさんに全部どうにかしてもらってたんですけど、うんうん、そうなんです。中国のクレジットカード持ってないととか銀行口座持ってないと、うん、それ使えなくて、そうだよね、じゃあどうしたらいいのこれっていう感じ。私は前観光で行った時めっちゃ困ったもん。そうですよね、うん、現金もダメ、クレジットカードもダメ。そうなんですよ、本当にちっちゃい商店みたいなところとか、うんうんうん、全部こう QR コードで電子マネーなので、ね、うん、ね、すごい便利なんですけどね、うん、外国人どうしたらいいんだろうみたいな本当感じはありますね。こういうのにもっと日本に導入されればいいのにとかってある？でも私がこう住んでる時にすごく思ったのがデリバリーがすごいと思ったんです、はいはいはい、まずもうだから本当にネットでこうやってやって、うんうんうん、そしたらもうすぐ届けてくれるとか、うんうん、本当に当日発送で当日届いたりとかするものがっていうのを聞いたりとかしてて、でもそれをマネージャーにこう教えてもらってこうやって実際届いたりとかするから、そういう意味でやっぱり人がうん、まあ、人件費のあれなのかと思うんですけど、とにかく人がいっぱいいるから、やっぱそういうのに対して便利だなっていうのをすごく思ったりとか、やっぱさっきも話してましたけど、うんうん、その QR コードで何でもこうできちゃうので、本当財布いらないなっていう感覚はもうすごく便利だなっていう。でも全部スマホで。スマホで。でなんかこう地方とかあの行くじゃないですか、イベントとかで。で自分が行った先の情報とかも全部この飛行機のどこに行ったよみたいな飛んだやつとか全部見えて、で空港に行って、うん、あのチェックインするじゃないですか、うんうん、そうするとすぐスマホに、うん、あの座席表が出てきたりとかするんです。でもこれで全部ピッてできるようになるんですよ。なるほどね、すごい便利じゃないですか。逆にスマホ落としたら怖いね。危ないです。そうですよね。だからそういうのがあって多分日本は普及しないんですよ。なるほどね。だから個人情報がダダ漏れっていうのはそういうことで、はい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 、日本の、うん、感じだと絶対できないんですよ。うん、あのさ、どっちがいい、今回コロナが起こって、うん、まあ、中国しかり台湾しかり、うん、そのもうとにかく IT が発展していて、うんうん、さらにその IT を使って個人情報っていうものがちゃんとこう隅々まで行き渡ってるからこそ、うん、感染をきちっと抑えていけるのはまあ利点だったと思う。でもとはいえそれってやっぱりその政府に情報が筒抜けっていう日本人がすごく抵抗感を示す個人情報の問題からするといやめっちゃ怖いってなるんじゃない。それじゃ実際日本と、まあ、向こうと経験してみてトータルどっちがいい？でも全然あの便利の方がいいなと。個人情報は、うん、そのどっかにさらされることはちょっと、うん、違うなとは思いますけど、うんうん、そのね、青空の住所はここだみたいなことでやられるのは困りますけど、うんうん、やっぱそういう便利を取るんだったら、うん、個人情報って別にいいんじゃないかなとは思う、うんうん、別に政府に筒抜けでも
なんか悪いことしてるわけじゃないしとか、うんうんうん、そういう感じなので、うん、全然中国の方が便利だなって思うし、ね、いいなと思います。そこはこう国民の政府に対する信頼度もあるのかもね、うん、まあそうですね、うんうん、なんかさ、その9年ぐらい前って日本人の中国人に対するイメージってマナーが悪いっていうの結構多かった、うんうん、そうですね。でその辺ってだから最近北京なんか特に改善されてきたっていう話を聞くけど、うん、実際行ってて感じる？いや感じます感じます。あの、まあ、日本にいてても、うんうん、なんかこう中国人の、うん、あのマナーはすごく良くなってんじゃないかなと思います。うん、それってなんでなんだろう。まあでも本当にインターネットの普及で、うん、そのいろんなもので炎上してるわけですよ。ああ、なるほどね。で、あ、そういうのダメなんだとか理解したりとか、うんうん、その日本の良さをこうアップする、うん、その方たちもいっぱいいて、うんうんうん、で日本の好きな人とかがそういうの見たりとかして、うん、やっぱ日本ってこうだよねっていうでマナーのことだったりとか、うんうん、すごくあったりとかするので、うん、私一回温泉に行った時に、うんうん、中国の？いや、日本の、うん、日本の温泉行った時にこう朝に入ってたんですよ、うん、そしたら3人いて、うん、で1人韓国人、うん、1人中国人だったと思うんですよ、うん、多分、うん、なんかこう音のイントネーションみたいな感じで、うんうん、そしたら韓国の方かな、うん、がタオルを湯船に入れちゃってたんですよ、うん、多分知らないからだと思うんですけど、うんうん、それを中国の人が、うんうん、それってダメなんだよっていうのを英語でこうやり取りしてたんですよ、うんうん、なんかすごいとこにいるみたいなあ、そういうあの温泉 の, そのルールとかをやっぱ知ってるだなとか、なるほどね、っていうのなんかすごい感動したのを覚えてるんです。ん、真ん中に日本人が私がいるみたいな感じ注意できなかった人みたいな感じでなんか不思議だなと思って英語でこうやり取りしたりとかして、へーって思ったんです。なるほどね。じゃあそうやってちゃんとこう日本のマナーみたいなものも理解しなきゃと思ってくれてる中国の方が増えてきてるってことだね。いや増えてきてると思います。うん、とかもうその時に泊まった宿は本当外国人ばっかりだったんですよ、うん、たまたまだと思うんですけど、うんうん、そうでもね、本当に大きい声で喋るみたいなこととかってやっぱあるじゃないですか、うんうん、全然日本にいる時はなくて、うん、ただ中国にいると本当にみんなすっごい声で喋ってますよ、はい、本当楽しそうだなと思うぐらいですけど、なるほどね、そうかそうか。でもそのこの9年の間には、まあ、韓国との間もそうだけど中国との間もこう国際関係が緊張するような時期ってあったと思うの、うん、でそういう時期も、まあ行き来もしてたし発信も続けてたと思うんだけど、なんかその辺の軋轢に苦労したことってないの？いやもちろんあります。ああやっぱ中国に行き始めて2年後ぐらいですかね、うん、やっぱ尖閣の問題の時に、うん、やっぱすごい中立の立場みたいな感じでなんかこう青い空っていう人物がいて、うん、これどうしたらいいんだろうみたいな、うん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 、でも両方からやっぱすごく言われるので、うんうん、お前は日本人だったら日本のものって言えとか、うんうん、いやそれ絶対言えないでしょみたいな、うんうん、そんな軽いことではないし、うん、私は関係ないって言ったらあれですけど、うんうん、でもやっぱそこにこう口出しできるような人じゃないし、うんうん、みたいなことを思ってたので、うんうん、でもやっぱその時の圧力は、うん、なんかこう日本もあったし日本人からもあったし中国の人からもあったし、うんうん、すごい苦しかったの。そうだよね。あれが一番この芸能生活やってて一番辛かったこと、うん、でもあれでしょ、中国の若者たちの間で尖閣は中国のものだが青い空はみんなのものっていう、ね、はい、スローガンが生まれたんですよ。そうなんです。そのスローガンが、まあ、私を苦しめてたっていうのは逆にねなんで青い空がこんなことになってんだみたいな、まず日本人がそれ見て分かる、はいはいはい、思うじゃないですか、うんうん、それですごい言われたんで苦しかったなと思います。なるほどね。でもまあ名誉なことではあるけどね。まあそうですね。すごいよね。あれはね、すごいなと思います。客観的にこう見てて、なんかこう NHK のなんかニュースをたまたまこう見てて、うん、そうしたらこう別に私の名前とか全然もちろん出てこないんですけど、うんうん、その弾幕を持った人とかが歩いてて、そこにこう書いてあるんですよ。「三人今週」なんかこうみんなのもだみたいな、ダージャーだみたいなこと書いてあって、うんうん、わあすごいなみたいな、うんうん、そういうデモの時にこう持つやつに書いてあるんだなみたいなのをなんか客観的に見ては言いましたけど。なるほどね。なんかそういう時期に
いやなんか今まではいい、ね、その海外自分が生まれ育った国じゃないところでこんなに熱狂的に応援してもらってありがたいっていう思いでやってきたと思うけど、さすがにそういう苦しい時期にもう無理してやる必要なくねってなんなかったの？いやそれがねならなかったんですよね。ほう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 。やっぱこうやっぱその反響も含めて、うん、やっぱファンの方っていっぱいいてくれるんだなっていうのをすごく思ったので、うんうん、やっぱその中でも炎上してる中でもやっぱこうね私をこう守ってくれる人もいっぱいいましたし、うんうん、なんかそれだけでそのやめようっていう感覚はなかったです、うんうん、いやもっと頑張ろうって思いました、うん、もっと言葉を覚えて、うん、ちゃんと自分の言葉で伝えられるようになりたいなっていうのをすごく思いました。逆に、ね、逆に、はい、今も結構中国語ちょっとずつ積み重ねてどんぐらいいけるの？いやでもここ3年ぐらいは、うんうん、まあ、やっぱこう、まあ、あの結婚出産育児があったので、うんうんうん、行ってないんですけど、うん、だからもうちょっとね衰え気味です、うん、全然喋ってないので。一時期はね日常会話ぐらい行けたの？まあ、日常会話はできてます、はい、でも5歳児って感じです。5年間行ってたので5歳児のなんか能力っていうか、なんか難しい言葉は分からないけど、うんうんうん、簡単にしてもらえれば分かるみたいな、うん、なるほどね。聞き取りもいける？聞き取りをすごできます。あの俺も第二外国語はいが中国語だったの。大学の時の、はあ、発音難しいよね。発音難しいです。あのほら姿勢って、はい、上がったり下がったり、はい、イントネーションと発音が2つ、うん、そうだよね、ちゃんとやってないと、うん、あの違う意味になってしまうので。そうだよね。まあだからそう、まあとか全然違うよね。まあ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 っていうのが、ま、これ全部あの意味の違う。そうだよね。なので、うんうん、それもじゃあマスターして。マスターしてでも1年ぐらいそのあのイントネーションは毎回毎回今でも、うん、あのやるんですけど、うん、その発音に関してはもう1年間ずっとやりました、うん、あ R の発音難しいなとか、うんうんうん、その我是日本人とか言って、あんな意が出ないよね。出ないんです。私は日本人ですまず言えないって。そこで挫折するやつじゃんみんなみたいな。我是日もそうだし日が出ないんですよ。出ない、あれ日本人には出せない。できないですよね。なんかこうこもる感じ、はい、でも英語の R とも違う。違うね。何それみたいな感じをずっとやってましたね。でもさ、そのハリウッド俳優が日本に来た時に、うん、ちょっとでも最初の二言でも日本語で言ってくれると嬉しいように、こんにちはでいいんですよね。そう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 、いいんですよね。それでだからそれだけでも言えるようになると、はい、めっちゃ喜ばれるよね。はい、それもすごい大事だと思います。自分の本が、うん、北京とか台湾とかで発売されたやっぱりこうキャンペーンで行って、うん、最初の挨拶だけ練習させられるので、うん、こんにちは乙武洋忠です、はい、だけでも中国語で言ってくださいって言われて、うん、めっちゃ練習したもん。でも第二か国語で撮ってたわけじゃないですか。そうそう、だから発音がまだなんかゼロからやったわけじゃないからよかったんだけど、だから今でももう忘れないけど、大家好、我是一路陽光。すごい。こんにちは、乙武洋忠ですだけ。超上手。今でも言える。すごい流暢。でもそれ以外ダメ。あとあのビールがビージューだけは。そうですね、本当に。なんかどうなんだろう、その今でも、まあ、その一時の緊張関係ほどではないけど、まあ、なんだろうな、そこまで日本と中国の関係がめちゃくちゃいいわけでもない中で、なんかこう行き来しながら両方の国民に触れてこう活躍してきたソラちゃんから見て、もっとこうすれば、まあ、政治のこととかじゃなく僕ら草の根レベルでもっとこういう心持ちでいればなんか関係良くなるんじゃないのみたいな、なんかアドバイスある？でも民間の、まあ、こういうそのエンタメとかって、うん、もうあの交流ってずっと絶対していくべきだなと思うんですけど、うん、やっぱりこう政治がやっぱ強くて、うん、そのやっぱこう外国人っていうところで、うん、日本人だからっていうよりも外国人っていう扱いで、うん、やっぱこうすごい大変な部分でいっぱいあるんですけど、うん、でもやっぱこう本当草の根じゃないんですけど、うんうん、そういう交流はもう絶対していった方がいいなと思うし、うん、そうなんか本当に昔ほど日本人嫌いっていう感じを感じなくなったというか、やっぱこう日本の
まあ、その SNS の発展で、うん、本当に日本にいいところを、うん、あの伝える人が増えてきたなっていうか思うし、うん、そんな悪い人たちじゃないのかもしれないって思う、うん、思ってくれる方とか方たちが増えたのかなとは思いますね、うんうんうん。でもなんかソロちゃんのいいとこは、うん、だから私が日中交流のために駆け足にならなきゃみたいな気負いではなくそうですね、やってないです、やってないです、ブリブリブリって楽しいしみたいな、そうですね、うん、自分の近くのとこから目の前のことからこう、うん、あの交流していけばいいかなって、うん、まあ、思ってますね、うんうん。まあ、じゃあ今は、まあ、育児とかね出産も経て3年ぐらい行けてないけど、うん、まあ、またちょっと落ち着いてきたら向こうでの活動も再開していこうかなっていう。そうですね、うん、もうあの再開したいなとは思ってますけど、うんうん、まあ、でも知ってないわけではないんですけど、うんうんうん、はい、少しずつ再開してて、うんうん、そうですね。でもやっぱちょっとあのコロナで、うん、あの海外に出れなくなっちゃって、確かに確かに、それでその延期になってる、うん、あのイベントとかもありますし、うんうん、まあ、延期っていう形になってるので、うんうん、いつか行くんですけど、うん、でも早く行きたいなと思ってます。中国語喋りたい、早く、あ忘れちゃう本当に。じゃあね、中国のファンの皆さんも、うん、まあ、見てるか分かんないけど少し待っててくださいということで、はい、後半はこの新しく出た5本のお話もたっぷりお伺いしていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。